恐竜の作り方です。なんて嘘ぶっかましながらさあやっていきましょうか。バイオハザードアリゾーラクスティ観光ツアーでございます。こっち行こうと思ったけど間違えた。こっちから行こうか。はい、ということで、まずやっていかなくちゃいけないことはですね、ツアーガイドなんですけれども、まあ、ツアーすることもね、あのね、今から行くところ、でか、今向かっているところらへんはもうね、適当にね、住んでいるということでございますんで、まあ、そんなことは気にしないでさ、やっていきましょうか。で、覚えてる限りだと、こうの、細くて頼りないおちんちんと、で、あ、こっちだったっけな、逆だった気がするな。で、硬くて太く、ああ、あった。硬くて太くて長いやつね。まあ、長くはなかったんだけど、さあ、果たしてこっちの方向かっていくと、立ち上がれ、ガンダ、燃えてる、焦げ、じらかしの、上下、あいつも焦げてる。そうなんだよね、ここ注意しとかないとさ、ああ、これいらなくなってる。じゃあ捨てましょうか。さよなら、バイバイ。俺はこいつと、燃え散らかす、あっちっちー。で、ドラッグ。テスティングラボということでね、まあ、どんなドラッグがね、痺れて効くのかっていうね、そういう感じでございますね。はい。で、こっち燃やし尽くして、で、こちらちらっと見ていくんですけども、やっぱりね、たくさんのね、顕微鏡なんかっていうのがあったりするんですけどね、皆さん、学校の闇って知ってます？うん。学校で、まあ、学校っていうか、まあ、公共施設って言ったら、公共関係って言った方がいいのかもしれないけど、いろんなね、物品とかを、その予算内で、例えば、じゃあ予算、あなたの学校とか、あなたのその、この地域は予算が1000万円ですってなった時に、その1000万以内の中で、予算を使い切らないで、今年800万でしたってなったら、じゃあ、次年度から800万程度でいいんだねって言って、予算がもらえなくなっちゃったりするっていうことがあったりする。なんでこんなところに来たんだろう。だからそれを使い切るために、ちょっと型が落ちた顕微鏡なんかっていうのをまとめて、じゃあ10個買うわとかっていうね、そういう無駄なことやったから、薬を飲み散らかすなって。え？ちょっと待って、これ、ちょっと待ってね。これを、まんま、あれかね、ちょっと待って、チラッテルッテルッテルー、チュルッテルッテルッテルー、チュルッテルッテルッテルッ、トゥルトゥルトゥルッツルッツ、トゥルトゥルトゥルッツルッツッツルルパンズサー、トゥルッツッツッペー、パッパラパーパーパッパー、パッパラパーパッパラパーパパパパーパパパパパーパラパー。一緒だね。うん。おそらく一緒だ。この後ろのなんか歯磨き粉とかあれだけど、これ一緒だな。カプコンさん、いろいろとこう同じところが見つかっちゃってっすよ。大丈夫っすかこれね。えまあ、どうしてもさ、開発の都合とかで、ゾンビとかさ、その敵キャラがさ、その雑敵とかが同じデザインになって出てきちゃうとかっていうのは許されるかもしれないですけどさ、背景とか、そこら辺まで同じにしちゃってる。さすがにダメなんじゃないですか？ねえ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 。ねえ。これ一緒だべ。いやー、よくないねー。よくないねー。いろいろとこういうのを見つける俺よくないねー。本当に。あ、これ見えてたんだ。じゃあ適当にやってたらもしかしたら当たりだったかもしれないね。ピンポーンってなってね。さ、そんなこと言いながら。マナーモードです。カートリッジに合うように、液量を調整してください。よいしょ。よいしょ。で、よいしょ。で、よいしょ。ほんで、ピーパイよ。あ、ちょ、一個多かった。あれ？ミスった。あれ？ 3-2-1、3-2-1 じゃなかったっけ？気のせい。だったっぽいね。どうしよう。そう。じゃあ、間違えたよ。ああ、やっちまったな。やっちまっただ。ほら、やっちまっただ。こうなるとも、いろいろめんどくさいんですよ。こうなるともう一からやり直さなきゃいけないから、いろいろめんどくさいんだよな。さあ、そんな、ちょっと非常に頼りない観光ツアーガイドをやっている方、私、ブルーホースでございますが、そんな中でも、皆さんに応援をしていただけると、まあ、力を発揮することができるということでございますので、ぜひね、応援のほどよろしくお願いします。まあ、こんな感じでね、はい。まあ、修正なんていうのはすぐにできるもんなんですよ。あれ違ったっけ？あ、それあれか。裏辺の方だったかな。なんか表辺と裏辺の方で、注入する順番とかっていうのが、違ったり、ガジバンだりとかするんで、まあ、こいつのね、冷却処分していかなきゃいけないということで、こっちに向かっていきましょう。で、こいつを整理したことによって、また新たに、植物が生えてくることはない。うん、だー
こんな研究所内でね、爆発物陳列でボン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 やったら、普通はね、ねえ、おっぱいがプルン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 するはずなのに、谷間がうまく見れない。残念でした。また来てね。ピロ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 。すごいバカバカしくなってきたね。はい。で、なんかいろいろ吹っ飛んだりとかね、仲良くなって、あ肩に手を添えて、なるほど。二人は、カップルだったり、引き裂いてやらー、文字通り引き裂いたね、完全にね。まあ、お手手添えてた、右手ちゃんは残ってたっていう感じだったけどね。はい。で、MURF ということで、ムルハフですね。ムルハフは、こっちで、ほいほい、ほいほい、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 オッケー。はい、じゃあ行きましょう。で、ほい、ほいっと、カチン、コーン、チュンチュワー。はい。お目目がティックティック光ってるよということなんで、こっちの方にピロ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 っていってショーで、こっちの方でサーバールームですね。やっぱサーバールームはね、常にね、ひんやりさせとかないとね、もう本当に、パソコン、このノートパソコン1台ですら、もうなんだっけ、あいつっすよ、冷凍枕じゃもうね、一切合切冷やすことのできないくらいね、あっちっちーな状態になっちゃってっから、もうサーバールームはね、冷やすに限るっていうところですよね。もう冷やした状態を作らないとね、本当に大変なことになっちゃうからね。うん。よし、オッケー。で、はい、OK かな。じゃあ、こっち行きましょう。本日の献立ですね。こんな感じで、サーバールームを冷やしててください。ということで、ね、サーバールームの気温調整の加減がこんな感じになってるということですね。はい。まあ、ここら辺のね、サーバールームなんかね、これ多分ね、やっとかないとやばいよね。うん。ちょっと待って。あ、びっくりした。なんか、ここの左にピョロって出てるのが、まさかここのタイプライターにまで、草が生えてるのかと思ったら、文字通り草生えるわーっていう状態なのかと。ね、うん。で、こっちの下とかね、見ることができたりとかね、したらなぁと思ったんだけど、そんなことはなかったですね。はい。で、ここの電源が明るくピーってなったっていうところで、あんまり大して意味はないのかなと思いますんで、すげー焦げてる。やーだー。焦げ焦げ焦げー。で、ここら辺で、なんか見れるアーカイブは特にないかな。誰かが注射を打ちまくって、気持ちよくなります。ね、はい。で、ここドゥーンってなったけど、奥のゾンビが、おはようございまーす。いやーもう、いつしか彼女のことをゾンビっていう、彼女っていうか、ここら辺出てくる人たちをゾンビっていうようになっちゃったけどね。あー、引っかかってる。超引っかかってる。あー、こっちに歩いてこれなくなっちゃいましたね。やっぱりちょっと行っちゃってるかな。あー、学習したみたいですね。なんかすごい、下半身の方からオーラが出てる感じがするけど、あれはあれなのかな。影が映っているだけっていうことなのかな。ちょっと待ってよ、私にもたこ焼きちょうだいよ。美味しそうじゃないのーって、こっちに引っかけてみようか。こっちの方引っかかるかな。おいで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 、あ、全然かかんなかったね。わー、こっち来る。あ、でもこっち来ない。彼女の行動範囲はここまでだったんですね。じゃあ、おー、こっち来る。じゃあ、おいでおいでおいで、ちょっと血まみれ。あんたなんか、おいでおいで。あー、かかってるね、かわいそうだ。あ、まあ、ちょっと待っていい。デニムが透けてんぞ。おー、ていあー、プレゼントよー。じゃあ逃げていこうか。無限ナイフだった。あ、違う、無限ナイフじゃなかった。いやー、お胸が3つになってる。なんか飛び出してる。めんどくさかった。足だけが、ピロン。で、彼女からは、あ、拾えるんだ。まだ拾えるんだ。やっぱ3回、耐久値は3回なんだな。ナイフがあれだね。でもこれ調べてみたらさ、意外とさ、やっぱそうだよね。先っちょがなくなって、うん、今にもあれだね。中折れしそうな感じになってる。中折れ。で、いろいろとこう見ることができる。ちょっと待って、これとさ、これもさ、サーバールームにあるやつじゃない？もしかして。サーバールームにあるなんか気温計みたいなさ。いやー、なんかいろいろとこうやってやっぱりツアーガイドっていう名を通してね、いろいろ見ていったらな、RE3 とかもそこら辺で、RE2 終わったら RE3 もちょっとね、あんま人気作品ではないけど、やっていこうかななんて思ったりしてるよ。なんかこういうの見てたら多分 RE3 もそういうになってるのかもしれない。誰がリーだ？誰がリーやね。うん。おい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 。チアリーダーの数字、覚えてるか？5件あります。チアリーダーの数字、チアリーダーの筋はやばいな。もう、ただのド変態野郎じゃねえかよ。もう、くっそドエロいことしか浮かばねえよ。なんでお前、これを覚えてるんだろう。ドエロ。本当にもう、ねえ、ここにいろいろとね、薬品があったりとかしてるけど、この大きいやつも、この大きいやつも、ロビーのところにあったやつと一緒なんだよな。もう、プロテインだよ、プロテインでね、完全に、ね、つららができるような環境になっちゃったんだ。これもともとこういうつららがある環境なのか、それともなんか、ほったらかしにしてたらつららができちゃったのかっていうのがちょっとよくわかんないところですね。はい。ということで、もうちょっとベラベラ喋りすぎたんで、このやってる間にちょっとコーヒー飲ませてください。
このテンションでやってっからさ、あんまりそのなんかみんな気にしてないかもしれないけど、あのね、あの完全に今ね風邪ひいてる状態でさ、そう、あのね、だいたいね、ブルーホース家では娘が保育園でお友達から風邪をもらってきます。でそれをまず嫁が引き受けます。で嫁が引き受けた後に一番重い状態になってから、あの私の元にやってくるということなんで、まあ、あの、わかりやすく言うと、娘が37度5分、嫁が37度8分、で、ブルーホースが39度みたいな、そんな状態になるっていう感じなんですよね。死ぬっちゅうねんっていう話で。はい、まあ、いろんなね、あの、プロテインがたくさんあるけどね、プロテインとかも、やっぱり、これあれじゃない、リッカーが貼り付けられた後みたいになってるけど、リッターじゃん、リッカーが貼り付けられた、チカチカになっちゃうぞ、みたいな状態になってるけど、うん。まあ、そんなのはどうでもいいとして、と、なんだよね。だから、ね、プロテインとかもさ、やっぱあの大量購入とかすると1袋あたりが例えば4000円から3500円になったりとかっていうのがあって、安くなるんだったらまとめて買っちゃおうかとかって思ってるんですけど、それをやりすぎてね、今ね、あの多分ね1年半分くらいのプロテインがあるんだよね。ただ賞味期限の問題があって、今非常にどうしようかなって困ってる最中なんですよね。なんでお前そこにいるの、燃え散らかしてあっちっちね、多分あのあれだね、光合成、明かりのおかげで光合成できて、うん、っていう感じなのかな。はい、じゃあ行きましょう。で、こっちの方に向かって行って、あ、違う違う、間違えた。じゃあ薬液散布しなきゃいけない。薬液散布して、プル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 ってやったら、あ、なんかあっちの方でピクピクってなってるんだけど、まあありがたいことにね、あのクレア編の方では、まあ、あの、ロングコートダディはこっちに来ることがないんで、まあそこら辺は安心してご覧いただけたらなというふうに思ったりもするんですけど、まあいろいろとこうやってね、なんかじっくりとか眺めていったりとかしてると、まあそこら辺に散らばってるね、あの薬なんかっていうのは、やっぱり全部、あの、かぶった、だだかぶりみたいなことが多かったりするんですけど、ナイフ刺してどうなるんだろう。ナイフで薬液散布できたら、もうそれはもはや、あの、あれだよ。周りに薬液を散布しますっていう状態だよね。はい。と言いながら、なんとかすることができたということで、はい。いやー、こんな風にね、まさかチップ3もね、あの、なんかチップ3大丈夫、裸で、今思えば裸で薬液サンプルのところブッチブチになってるけど、そんなに許されるので、上の方とか下の方とかで焦げてブッチブッてなってるけど、これまた行ったら戻ってくる。これ普通に腐ってるから、腐らされてるはずだから、普通に考えると、うん、ここでゾンちゃんじゃねえ、お前だけなんでこんな綺麗なんだっていう話だよね。ね、立ち上がれガンダムの状態になってないはずなんだけど、それでも立ち上がってるやついるんだよね。これで球根が全部爆破されたっていう状態なのかな。ね、やっぱりあの立ったり後を濁しまくろうっていうことで、こっちのコールとかにもいる、あれいなかったっけ、なんかすっげえいて、なんかここでさ、あのここ開けたところにもなんかやつがいて、で一周目の時とかですごいわめき散らした記憶があるんだけど、いなさげだね、いな、本当にいない、そうか、いない、いないのか。でここ開けたらね、いるんだよ、ここ開けたらいて、わあ、元気っす、元気っす。なんでこれ頭パックリね、えパックリするならあそこがいいんだけど、まあじゃあ顔面切れてる、顔面ロケットランチャーだー。ドルバ店員さんの顔面ショットガンのがいかに優しいかっていうことがね、あの、やっぱあのクリスさんは優しいんですよ、顔面ショットガンだからね。うん、僕は優しくないから顔面ロケットランチャー使っちゃうけどさ。ということで、エピということで、バイロンカットライト、チュ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 、ウェイン・リー博士、リリ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 、特に大丈夫かな。うん、よし、こっちの方向かっていってしょう。さてさてさて、まあ次回パートはね、観光ツアーというよりは、あのやっぱりあのゴキブリ殲滅大作戦ということでね、まあとある2つの武器を使って、倒していこうかななんていうふうにも思ったりもしてるんですが、まあそんな感じでね、突き進めてまいりやしょう。さあこっちです。まあまずは戻ります。あの観光ツアーというよりは、あのこれまで行った道をね、元に戻って、まだあのやっぱりね、光ってないところをね、やっぱり闇には光を当ててやらないとね、こちらに行ってみましょう。まあ別にあの敵がね、なんかあの中で空間ってるとかそういうことはないんで、あの皆さんご安心いただき、さあトイレに行こう、行けない、なんか繰り返されてるな。はい、こっちの方行くと、このケチャップがたくさんついてる跡っていうのは、チッ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 って言っちゃったよね。はい、チッ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 、こっちの方ピーって行くと、ここで別にね、なんかね、新しく光ったからといってね、あの今まで見えなかったやつがね、あのてっきり見えるようになるとかっていうのはないですからね。MUF、はい、マサイ族ウブです、ウフ言ってるよね、全然意味わかんないね。
あ、うん、オッケー。よし、一瞬だったね。よし、ペキン、ピン。さあ、果たして、いい話は、はい、果たして。サビアデン。引き上がって。あれだね、腕立て伏せをしようとしたけど、もう力尽きて、腕立て伏せをすることもできない。なんでここだけこんなあれなのかな。あ、そうか、わかった、ごめん、正体やってこい。もう一応撃たれてんじゃん。あ、で、撃たれて、ゾンビ化しかけてて、で、撃たれまくって、で、この銃痕等とか、その血の跡がついてて、だけど、そのリーに噛まれて死んだから、あ、じゃあリーに噛まれて、結局そのまま死んでしまって、あそこでゾンビ化してたのがやつっていう、そういうストーリーでいいのかなっていうことなのかな。ここだけ明らかに銃痕あってさ、血まみれになってっていうのはさ、なんか非常にそういう感じがするんだけど。どうですかね、どうですかね、皆さん、どう思われます。まあ、とりあえず、獅子、天才さんはね、やっぱり、ね、ちょっと失望を感じていただかなきゃいけないということでね、起きたら、獅子が亡くなっているという状態をちょっと差し上げましょう。これ、腕くっつける。腕は、これで OK? あれ、これ、ちぎれてる、ちゃんと。あ、でも骨でくっついてんな。まあ、骨でくっついてるのは仕方がないでしょう。まあ、そんなことで、とりあえずこっち向かっていってしょう。だって、だって。んだば、次回パーゴをここで起き上がってるやつとかいないよね。いいね。いやー、軽くなったら、すごいな。一瞬、葉巻に見えた。カッピッカッピッカをね。いやー、残酷だな。ねえ。いろいろ残酷な状態になっているんですけれども、まあ、そんなことも気にしながら。君らはなんか、プル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 してるけど、二人仲いいね。うん。いやあ、ジョーンズ、研究は進んでるかい。いやあ、キャサリン。なかなかうまくいかないもんだ。あの微生物とあの微生物の配合は、パーセンテージが難しいよね。はっはっはっ。何の話？はい、ということでね、今回の観光ツアーガイドは以上とさせていただきたいというふうに思います。まあ、いろいろとね、カプコンさんのね、まあ、手抜きと言うべきか、やっぱり上手さと言うべきかね、いろんなところが、垣間見えたところではないかなというところではございますが、まあそんなことも言いながらですね、一旦はこの辺で終了とさせていただきたいというふうに思います。ということで、私はですね、いそいそと次回の準備をしながら、本パートを終了とさせていただきたいというふうに思います。ではまた次回パーツでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。